にちは、サテロです。私です。新しいのが来た。どうしたの？今日化粧してるから。化粧してない。化粧してない時は私なの。そうそうそう。今回はですね、とっても美味しいものをゆいさんに1キロ買ってきてもらいました。イエーイ。こちら、ゆいが化粧してない理由言って。あ、化粧してない理由どうぞ。エステに行ったきたから、今日は化粧してないだけだそうです。はい、その帰りなんですよね。そう。はい、ということで、エステ帰りにたくさんのカロリーを摂取していただき、摂取していただきましょう。こちらすげーいっぱいあんじゃん。これソース、もしかしてやば。はい、ということで今回はこちらでございます。じゃじゃーん。おとといから発売になりました、スパイシーチキンマックナゲット。これをですね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個買ってきてもらいました。50ピースあります。ここに今回ですね、マックナゲットの標準の重さが 20g っていうのが公式に発表されておりましたので、今回は50ピース1キロ買ってきていただきました。ありがとうございます。前に僕ら普通に食べたことあるんですよね、プライベートでね。でもなんかこの黒麻婆ソースっていうのが今年からなんかね、新しく出たということで、麻婆大好きですから、ゆいさん、これでしびしびで決めていただこうと思います。もうお皿に出していきましょう。サムネ撮らなきゃいけないから、サムネね。やば、この量やば。こちらでございます。すごいこの量。じゃあサムネ撮りますか。サムネを、あーら眠いのね、エステ帰りで。めっちゃよかったの。よかったねー。サムネ撮るよ。ここにドーンってやるから。あーはお、引っ越っちゃったよ。やべ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 、どこ行ったの。で、このね、左上と右上に文字書きたくて、顔ちっちゃくしようか、遠近法で。あ、いい、こっちの方が好き俺。それではこちらのスパイシーマックチキンナゲット、スパイシーチキンマックナゲット1キロチャレンジやっていきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。ちょっとまずそのままいきますか。ソースすごいから、こここれ何に使おう、このソース。使い切れるかな。使い切らないでしょこれ、確実に。いただきます。ソースあるんでね、いつでも言ってくださいね。そのままいきます。うん、辛いよね、多分そのまま食べても結構、うん、美味しいと思うんだこれ。普通のにレギュラーミニにしてほしいもんね。エルチキレットみたい。いただきます。うまいね。レッドホットチキンの柔らかいバージョンみたいな味ね。味結構似てない、レッドホットチキンね。ツイスターの中とかに入ってそうな、レッドホットツイスターの中身。クリスピーだよ。うん、ニンニク風味強いじゃん。あれもこれもニンニク結構強いからさ。じゃあこっち食べる。これ、知ってみる。黒麻婆ソースいただきたいと思います。しびれみはあんまりないけど、結構唐辛子系の辛い感じはあるけど、でもちょっと甘い。黒麻婆ソースは甘辛いって感じだよね。こっちの方が好き。ハラペーニョだってマヨネーズだもん、これ。辛いマヨネーズでしょ。うん、ハラペーニョチーズだからマヨネーズっぽいじゃん。でもちゃんと舌がピリピリするくらいには辛いね。美味しいです、マックさん、これうまいですわ。現在時刻今7時半過ぎですけど、僕ら今1食目なんで、3つ目、もう4つ目かな。早っ。分かんない分かんないね。減らないな。千葉ちゃんだもんか。ほんとだ、千葉ちゃんっていうね、めちゃくちゃデカ盛りの居酒屋さんがあるんですけど、ああ、そこの唐揚げみたい。こんなにいっぱいある。あ、辛いわ。うん、辛い、だんだん来た。ちょうどワンパック食べ終わるくらいに辛いわ、うん、ちゃんと。心底うまそうに食うやん。いるもん、マックにこういう人。うまっ。うんって言いながら、ちょうだい。ちょうだいしなくていいんだ、開ければいいんだね、うん、こんなにあるんだからシェアしなくてもいいじゃないですか。早っ、止まんないね。うん、腹減ってたから。早くね、喋んないと動画だから、尺足りなくなっちゃうから。豆板醤つけたら。マジ？これ以上辛くしたいの？
なんだっけ、モスバーガーのさ、スパイシーチキンバーガーみたいな、うん、激辛のやつ一回食べた時さ、あれ辛すぎた。あれやばかったね。ゆいさんでも辛いって言ってたもんね、うん、やばかった。あのエンドとどっちが辛いじゃん。え、全然エンド。エンドの上なんだっけ、極激辛。うん、極激辛、そうだ。の方が全然辛いよ。あれ以上に辛いもの食ったのはあれだな、市販のものだ。マンボ豆腐。あー、マンボ豆腐。でもそれはさ、コンビニとかで買えないじゃん。お腹いっぱい。あ、待って、え、喋ってないのに腹いっぱい。やめて、マジで本当のお願いだから食べて。一人は無理だよ。なんかガサガサやってんだよね。絶対ヤバいことしてるよあいつ。そっから食うの、うん、ちゃんと映って食べてよ、動画よ。ASMR の人みたいになってんじゃん、鼻から下だけ映して。あーセーフ。え、1キロチャレンジだよね。うん、大丈夫。大丈夫。いや待って、ちょっときつくなってきたな。うん、ね、なんだろうね、海鮮と全然違うね。え、22個マジ。ちょっとやばくない？もう一周するんだよ。え、ちょっとやばくないこれ。もう満足ぐらいまで来た。わかる、もう満足ぐらいまで来てる。うん、これ以上は食べると気持ち悪くなる。もういいやってなるよね、うん、マジ？まだ22個。オーブントースターで温めることによって熱々感とサクサク感を取り戻してくるわ、ちょっと。なんか余裕でカップラーメン食うつもりだった。舐めてたね。うん、温めてる間に食うよ。時間との勝負だからこれ。胃が熱くなってきた。もうお腹ポカポカ、お腹ポカポカしてるの。終わったらちょっとベッド行こうね。寝ちゃうかもしれない、これ終わった後。寝る気満々じゃん。うん、今日は何もしないから寝る。何、取っておこうとしてんのね。取っておく体勢入ろうとしてるよね。もういいや、寝こ。絶対ご飯のせい。この T シャツ可愛いでしょ。話をすり替えんじゃないよ。うまさがすげえ。辛く感じる、辛く感じる、より辛く感じる、これ。だから言うたやんけ。なんか食欲出そうなものも持ってきた。出ねえよ、デザートだよ。わんこそば思い出せよ。みかん食ったら復活しただろ。比べ物ならねえ。飲んでみなさい、これ。飲んでみなさい、飲んでみなさい。なんか頑張れそうな気しない？うん、しなーい。おう、ごちそうさまでした。諦めることは簡単だ。うわ、すごい。おかわりもあるよ。よし、ラスト1個ずつ食べよう。よし、最後の一口、いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、本当に美味しかったんでね、ワンパックがいいと思いますけど、ぜひ新しくなったスパイシーチキンマックナゲット、スパイシーマックチキンナゲット忘れちゃったけど、食べてみてください。ということで、頑張ったなって思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回でお会いしましょう。バイバイ。